W ゴルフ新型に設定される派生ワゴンゴルフバリアント新型プロトタイプをカメラが捉えたムーンストーングレーカラーでラッピングされた車両は現行モデル風にカモフラージュされたテールライトを除いてほぼフルヌード状態だ。これまでも同レベルの状態を捉えてはいたが、異なるのは右ハンドルであること、リアバンパーに排気チップがないこと、赤いリフレクターを偽装してフェイクのステッカーを貼っている点だ。また16インチアルミホイールを装着していることなどからエントリーモデルと思われる。キャビン内ではダッシュボード、インテリア、テクノロジーパッケージなどがハッチバックと共有されるはずだ。これには静電容量式タッチスクリーンインフォテインメントシステムを備えたシンプルなダッシュボードやアンビエントライト、コンパクトなギアシフター、そしてデジタルクラスターが含まれる。パワートレインは 1.0 リットル直列3気筒ガソリンターボをはじめ、 1.5 リットル直列4気筒ガソリン、 2.0 リットル直列4気筒ガソリンユニット、 2.0 リットル直列4気筒ディーゼル、 48V マイルドハイブリッドなどハッチバックと共通だと思われる。プラグインハイブリッドのGTE が設定されるかどうかはまだ確定していない。また頂点のゴルフバリアント R では最高出力 330HP を発揮する 2.0 リットル直列4気筒ターボエンジンの搭載が予想される。ゴルフバリアント新型のワールドプレミアは今週と見られオンラインデビューとなるだろう。新型車を最速スクープスパイダー7をチェック。